宇ト右ミギ福岡ソフトバンクホークス所属。浅川小学校1年生の時に外野手として野球を始め4年生の時に投手になった。6年生の時には徳島県の少年野球の王者を決める子供野球の集いで優勝。決勝では杉本博太郎と対戦している。海洋中学校では軟式野球部に所属していた。 徳島県立山高校では1年生の時にベンチ入りし、2年生の秋には背番号1をつけていた。3年生時の夏の甲子園、徳島大会では2試合に9円当番し、無失点だったが、チームは3回戦で敗れ、甲子園出場経験はない。高校卒業後、当時クラブチームであった三菱自動車倉敷オーシャンズに入部。4年目の 第84回都市対抗野球大会、中国二次予選では45回1、3を投げたが、チームは敗退した。しかし、白はビクトリーズの補強選手に選ばれ、本大会1回戦において3番手で登板し、2回を投げ、無失点だった。田原誠次は、倉敷オーシャンズでの先輩だった。2013年10月24日に行われた。 プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに2巡目で指名され、契約金7000万円、年俸1200万円で合意し、入団。背番号は38に決まった。2巡目指名は、クラブチーム所属選手として、過去最高順位での指名である。2014年5月2日に一軍出場選手、登録され、11日の対埼玉西武ライオンズ。 線路9回2種の場面で4番手でプロ初登板し、1、3回を投げ、無失点だった。18日の対オリックスバファローズ線路2回1死で、右肘の人体炎症により緊急降板した、先発のブライアンウルフの後を受け2番手で登板し、この年最長となる5回に3を投げ、ヒ被安打3、吉市90、脱三振に無失点だった。 26日のセパ交流戦、対中日ドラゴンズ戦では、同点の11回に登板し、1回を投げ、無失点で、初ホールドを記録し、7月12日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、1点ビハインドの6回に3番手で、登板し、1回を投げ三者凡退、無失点に打ち取ると、7回の裏に、チームが逆転して勝利したことで、初勝利を挙げた。 7月17日に行われたフレッシュオールスターゲームのウエスタンリーグ選抜のメンバーに選ばれたが試合に出場しなかった。8月16日の対オリックス戦では同点の7回に登板したが2イニング目の8回に2点を失って勝ち越しを許し初めて敗戦投手になった。夏場以降、いわゆる勝利の方程式に組み込まれ主にリードしている試合の7回に登板。 58試合登板と20ホールドはいずれもチームで3番目に多かった。日本ハムとのクライマックスシリーズでは3試合に登板し、計2回1、3を投げ3失点で、防御率11.57、1ホールドの成績で、阪神タイガースとの日本シリーズでも3試合に、登板1回ずつを投げ、無失点2ホールドの成績だった。シーズンオフの12月3日に、 年俸3600万円アップの4800万円で契約を公開した。2015年開幕を一軍で迎え、3月27日の対、千葉ロッテマリーンズ戦との開幕戦では2点ビハインドの9回に2番手で登板し、1回を投げ1失点だった。6月10日のセパ交流戦、大半身戦では2点ビハインドの6回1死の場面で登板して2回に、 3を投げ、1試合の連続脱三振数の9団体記録に並ぶ7者連続脱三振を記録した。オールスターゲームのファン投票の中継投手部門で1位を獲得したエディソン・バリオスが右肩の関節周囲炎により出場を辞退したため代わりにメンバーに選ばれ7月17日に行われた第一戦の7回に4番手で投板し1回を投げ悲安打に脱三振1。 無失点だった。7月16日、第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表された。9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。2016年開幕前の2月23日にイジャパン強化試合日本 V S チャイニーズ台北の 日本代表に追加登録されたことが発表された。3月6日に行われた第2戦に7回裏に4番手で当板。1イニングを打者3人無失点で抑える。開幕を1軍登録で迎え、3月25日の開幕第1戦、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でシーズン初当板。4月1日の対日本ハム戦で9回西一二塁。 同点の場面でサヨナラ的自打を打たれ、シーズン初黒星を喫するが、4月17日の大楽天戦で、延長12回1四万塁のピンチを抑え、シーズン初勝利を挙げるなど、開幕からセットアッパーとして、中継投手陣の一角を担った。56試合に登板し、2014年から3年連続となるシーズン50試合以上登板達成。60回1、三を投げ、 4勝3敗、14ホールド、1セーブの成績だった。シーズンオフの12月7日、1700万円増の年俸8700万円で公開した。2017年、4月1日に行われた開幕2戦目、第6手戦で同年初登板。開幕から、主に先発投手降板後の救援投手として、ショートイニングから回またぎのロングイニングまでこなし、 クローザーデニス・サファテを中心に、岩崎賞、リバン・モイネロ、カヤマ・シンヤラと共に、中継ぎ投手陣の一角を担う。自己最多の64試合に登板し、4年連続の50試合以上の登板を達成。33ホールドを挙げ、森リ中継ぎ投手陣は、6回までにリードした、展開では、76勝3敗、勝率。 962という驚異的な数字を残し、チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。ポストシーズンは、ペナントレース終盤に打ち込まれるケースが目立ち、不安視されたが、楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージにおいて、第1戦から第3戦にまで3連投と、第5戦に登板した。いずれも無失点の高騰で、日本シリーズ進出に貢献した。 横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズにおいては、第2戦で宮崎敏郎にソロ本塁打を打たれ、失点したが、第3戦、第6戦はいずれも無失点の高騰を見せ、チームの2年ぶりの日本一奪還に貢献する。シーズンオフの12月26日、4300万円アップの年俸1億3000万円でサインした。2018年、 サファテが股関節の故障で離脱する事態を受け、急遽クローザーとして起用され、4月17日、18日の対楽天戦において2戦連続セーブを収める。以降、サファテの代わりにチームのクローザーとしての役割を果たし、7月13日から行われたオールスターゲーム自身2回目の選出。9月18日の対ロッテ戦から9月25日の 対オリックス戦までの7試合連続で登板し、プロ野球新記録となる7試合連続セーブを達成する。シーズントータルで66試合に登板し、2勝4敗、6ホールド37セーブ、防御率2.79の成績を上げ、最多セーブ投手のタイトルを獲得した。ポストシーズンのクライマックスシリーズでは、日本ハムとのファーストステージでは2試合。 西武とのファイナルステージでは3試合に登板。ファイナルステージの第5戦以外は1イニングを無失点の高頭で2つのセーブを挙げる。広島東洋カープとの日本シリーズでも5試合に登板し無失点3セーブを挙げチームの日本一連覇に貢献する。シーズンオフの12月22日1億5000万円アップの2億8000万円プラス歴高でサインした。 2019年、シーズン前の3月9日、10日両日に行われた、エネオス侍ジャパンシリーズ2019において、2016年、以来3年ぶりに、野球日本代表に招集され、10日の対メキシコ戦で8回の1イニングを完璧に抑える。シーズン開幕後も、クローザーとして6月15日までに19セーブを記録していたが、6月16日に、 右上腕部の違和感により登録を抹消された。翌6月17日に MRI 検査を受け、右後背筋、大円筋の部分損傷と診断された。7月16日にウエスタンリーグ中日ドラゴンズ戦で実戦復帰すると、7月21日に一軍、出場登録され同日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍復帰。 最終的には2勝3敗35セーブ7ホールド、防御率2.21の成績を記録した。シーズンオフの12月24日、1億8千万円アップの4億6千万円プラス出来高、年俸固定制の4年契約で契約公開した。2020年は8回モイネロ9回盛りという形で、ほぼ固定で起用され、チームの3年ぶりのリーグ優勝に貢献した。 開幕戦で9回1点リードの場面で、初登板したが、中村翔吾に敵地打を打たれ、セーブに失敗した。7月2日の9回1点リードの場面で、野村祐希に2点敵地打を打たれ、このシーズン唯一の敗戦投手となった。7月7日から9試合連続で無安打に抑え、この間だけで1ホールド7セーブを記録した。八月二十日に通算百ホールドを記録し、 10月11日には100、セーブを記録した。100ホールド100セーブは NPB 史上6人目の記録である。セーブ数は32で、セーブ、増田達タに一つ及ばず、惜しくもセーブ王のタイトルを逃した。リーグ優勝試合、CS 優勝試合、日本シリーズ優勝試合のいずれもマウンドに立って、優勝の瞬間を迎え、胴上げなき胴上げ投手となった。 2021年は開幕戦こそ吉田優太に本塁打を打たれたがその後は9試合を無安打無失点で全て3人で片付けるという準パーフェクトの投球でこの期間だけで一勝後セーブを挙げた4月15日に左肘の腫れで一時離脱することが発表されたが一軍抹消されずに同18日に復帰登板を果たしたしかし 同29日に再び左肘の痛みを訴え、福岡市内の病院で左肘関節可能性活液方炎と診断されたため、翌30日に出場選手登録を抹消された。5月28日に幹部の手術を行った。8月21日にウエスタンリーグで約4ヶ月ぶりの実践登板を行った。9月7日に出場選手登録され、 翌8日の対西部戦の9回裏に約4ヶ月ぶりの一軍公式戦闘板を果たし、三者凡退に抑えた。復帰5試合目の9月22日には9回裏に登板し、復帰後初西部を記録するとともに、チームの連敗を5でストップさせた。2013年のドラフト指名時には 72kg と、比較的細身の体型であった。その後、 徐々に体重を増やしていき、2021年時点で 96kg にまで増量している。平均でも時速 140km 台後半のチュラルに動く、ストレートに変化球はスライダー、カーブ、カットボール、スプリットを投げる。プロ1年目の春季キャンプでパームボールの習得に挑戦し、オープン戦では実際に投じた。ありがとうございます。